いや、ちょいよ、ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、今日も8000度やっていきたいと思います。で、今ね、ちょっとトロが落ちちゃってね、まあ、162位ってことなんですけど、今ね、1位がね、じゃんと。はい。え？あ、ちょ、びっくりした。ローカルか。はい。74なんですよ。で、まだね、前日、あと17時間で、8000プレイヤーが出てないんですよね。はい。なんで、8000プレイヤーが出てないってことはね、どういうことかっていうとね、めちゃくちゃ前回のロングシーズンに比べてめちゃくちゃ進むのが遅いんですよ。そうなんで、最終日はね、多分100ぐらいいつもトロフィーが伸びているので、まあ、一番上が1.8100かなと。まあ、多分いかないかなっていう感じではあるんですけど、まあ、1.8100かなって感じなので、まあ、多分グロー8000のボーダーがね、多分20位から30位ぐらいになると思うんですよ。そう、だから世界で20位から30位までに入らないと、まあ、8000いけないって感じでね、割といつものよりも厳しいんですけどね。まあ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 、ワイならいけるやろうということで、今日もマルチやっていきたいと思います。まあ、あとね、300ぐらい上げていきたい。正直。30時自体ね、多分ね、エリポン型は多分ね、クエイクとかも行って、いろいろね、ファルズが、とかもいてね、被害を食らってるんで、結構きつそうにはしてるんですけれども、俺のね、使ってる、まあ、ロイホグ30型、まあ、言ってもね、使ってんの俺だけ、みたいなとこあるんですけど、あと、日本人だと、エンドとかかな、うん、が多分、なんかいろんな30種の方を使ってるんですけどね。まあ、ね、それで、今、多分200以内入ってるのは俺だけなのかな、っていう感じなんで、別にね、30種対策のカードがいないんですよね。そう、だから逆に、ちょっと、ね、環境いいかな、みたいな。感じなんですけどね。たまにクロスとか引くんで。あー、マイネコなんだっけなー。お、やべ、これトルネで集められそう。よし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 。いや、え？やば。そんなん、ずるやん。トリトン使う俺が言うっていう。そんなんずるやん、つって。はい、30ステップいきます。いや、トリトンがね、トリトンが一番ずるなんですけど、正直言っちゃうとね、トリトンが、え、出てない。はい、手あげます。あぶねマジで。で、まあ、トルネ使ったばっかなんでね、ここら辺が刺さるかなと。まあ、ミニペンを使ったばっかなので、キョスケ？やば。カードでかすぎだろ、いろいろ。やばい。バイバイいっちゃってんじゃん。俺だわ、言ってた。とりあえずね、ちょっと待って、これさ、横だから触んないよね。とりあえずなんだけど、ここに出してきた受けのカードをね、多分こいつ引っ張れるので、イエーイしょ。あー、うまい。それはうまい。結構うまい。なので、ワンチャンここに攻め行きとか、やるやん。やるねなかなか。しょうね。なんすけど、ファルチ、間に合う。はい。多分トルネとかね、怖いんで。これ、キョスケぐらいしかいないと思うんだけどな。ミニペ切った後なんで、これで、ファルチがキョスケなんで、こっち行きたいと思います。ワンチャンこれトルネで起動されるけど、か、捨てるか。まあ、言ってっすね。言って。やばい、ちょ待って。あー、それはあかん。はい、これは多分ミニペカ、そうですね、キョスケで受けてくると思うので。よいしょ。まあ言っても守れるかなって感じではあるんですけどね。やばい。危ない。よいしょ。OKOKOK。いけ、引っ張る。おしょ。よかった。危ない。これあれなんですよね。中国のエルシオプっていう人のサーバーなんですよね。実はなんですけど。当たった時に言えばよかった。普通に。終わった後に言うっていう。
まあ、なんで俺が何でもないよ特に何もなかったわ。そうで聞いてください。今日ねポノスのねプレーオフが確定したわけなんですけども、今ね家帰ってきて、まあ試合の反省とかも終わってね、今もう12時回ってる感じでもう動画撮ってるんですけど、まあ残り時間ね言うてマルチ回すみたいなのがあるんですけど、次回からねめちゃくちゃ環境は変わるんですよね。でめちゃくちゃ環境が変わってトリトンがちょっと弱くなり、ウォールブレイカーとかネクロが強くなりね、まあ、どのくらい強いのかがまだわからない状態なんですけど、これペッカだ、神足を勝ちたい、なんですけど、そうですね、やっぱりね、ちょっと直近3戦ぐらい俺がね全然仕事してないんですよ本当にね。なんかもう自分でマジ萎えるぐらいね仕事できてないんですよね。その 2v2 でも今日負けで、周りが、みかんさんとかね、結構調子が上がってきてて、やっと、なんだろう、結構勝ててるんですけど、もうちょっとね、ちょっと、あかんですね、って感じですね、正直。やった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 、引っ張り引っ張り。よくやったー。これポイズン使ったので、ロイフグいっちゃおうかな。よいしょ。でもこれ多分こっちエレキで、こっちが、うん、そっち？マジ？よいしょ。逆逆だよ、絶対逆。ああ、これ起動か。結構痛いな、正直。よいしょ。なるほど。逆に火力をこっちを抑えて起動したみたいな感じなのかな、知らんけど。はい。そうなんでね、さすがにプレイオフはもうちょいね、やらなきゃなっていうのがありますね。よいしょ、はい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 、うん、はい、なるほど、これで押さえれちゃうの、よいしょ、 OK、 はあ、まあ起動されちゃったな正直。いてててて、これいい、これロイフグいって、で2倍タイム入るんで、このゴースト許容して30ステパーですね。ここはで、これ30ステ長いんで、多分二重子が打ってくれるんで、これは。こっち向き2体で、よいしょ。という感じでね。まあ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 。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。全然いい全然いい。いやー、筋肉起動したいな、正直。正直ばっかだな。正直。正直ばっかだったわ今日。よいしょ。いやー正直トリトン強いな正直。よいしょ。やりますね、なかなかいい受けしてくるな、さすが、さすがと言うべきか否か。よいしょ。え、なんで入んの今、おかしくね正直。やべえ、超アド取られてる今、俺にはわかる。え、待って待って待って、めっちゃ、え、ちょ待って待って待って、遅くね、俺のトリトン遅くね、なんで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 、うわい、めっちゃ遅くね俺のトリトン、そんなことない、そんなことないんだろうなきっと。めっちゃなんか、でも多分ね序盤に起動されたのが痛かったっすね。ってことは、何をしたらいいかというと、ですね、ケツからユニットを出たタイミングで起動されてなかったらね、いいので、そうですね、ケツトリトンとか相手がしたタイミングで逆サイロイフを投げてゴーストが来て、それを三重子でカモるでっていうのがねベストだったんですけど、だから序盤の二重子につなげるとああやって起動されちゃうから良くないっていう学びですね。ペッカはね基本的にはねいい相性なんですけど、今俺の立ち回りが悪くて、今序盤のアイデンタワー3000残して起動されちゃって、そうなんで、なんで、そこら辺をもっと、そうで、そうやるとロイフグね1体だけじゃ守れなくなるんですよタワーが。だから、攻撃にそんなエリクサー使わせずに、あー、おっとー、リマエリックさんはクロスですね、よろしく。
やれなと。ああ終わったマジで。俺のトラゲド。よいしょ。いやマジ露骨にテンション下がっちゃうんだよな。よいしょ。ひー。おや。ああ。あ、これは抑えられそうだな。ワンチャンウッドが来るか。いやー、それ食らいすぎなんだよなー。このミリ残りで何削るのっていう。500。500も削ってきた。やるな。でもどうせ多分負けなんだよな、これ。これ多分ね、序盤どんだけ削ってもね、終盤イモられて、てかイモられなくてもイモられても負けるんですけど。マジでね、負けるんですよね、終盤。これ、スキアイス切って、ウッド切ったので、はいはいはい。で、これ、ファイブ回ってるんですよね。こっちにエビ咲かして、こっちにロイフグ。はい。これ多分まだファイブを、回ってんの？回ってるってか、出すエリがないと思ったんですけど、ありましたね。それはやる。あー！最悪だ、マジで。あーしかもアイゴレ使ったからこれしばかれてからのクロスが死ぬ。マジで死ぬ。こっちに使わせたいな。こっちにエリを使わせて。オッケー、まあ、ワンチャン。はい。いやーこれは許容だな。正直これでタワークロスボウは削れなくても、これさすがにファイブを使ってくれると思うんだけど、アーチャーとかで許容されたらクソしんどいっすね。うわー、まあ上手い人はみんなそうするんですよね、言ったら。いやーマジきつい、マジできつい、マジでね。ファン5が来るでしょう。来ない。あーなるほど、そっちに適当に攻めさせてってこと。この次のクロスで通すみたいな。でこれ離すとね、ナイト引っ張ってくれるんですよね多分。あでもこれ、いやスケからの頼むからキングに305を忘れて。よし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 。これ多分ウッドとかで反らしてくるような気がするんですけど、やっぱ打ってきた。お、来た。これはいけます。スケア来る。うれ、来ねー、来ねー、来ねかった。うわ終わった、最悪だー。なんか読みであっちにちゃんと読みじゃなくて、あー終わった、最悪、最悪だマジで。うわーうわー、アーチャーの方に打ってればワンチャン入りましたねこれ。もったいね、勝ちそうだったな正直。そうクロスにねロイフが当てちゃいけないから、ハンターとアイゴレとスケと雪玉とゴースト、このあとトリトンか、この三重士とロイフグ以外の6枚でね、あのクロスを防衛しつつ逆サイド攻めなきゃいけないっていう、もうハードプレイなんですけど、まあもうちょいでいけそうでしたね。お聞きください皆さん。あ嘘です、なんでもないです。これ言うとね多分良くない、良くないんでやめておきますわ。そう、あのこの人のクロスに引き分けたんですよって言おうとしたんですけど、さすがにいや引き分けかよってなるんでやめておきます。ティーバグ、ティーバグね。オッケーオッケー。ティーバックね。ティーバック。とりあえず、顎かな。顎出しからの、はい。押し上げメンタルからの、まあ、初手ディガー出してくる人は大体バルーンって嘘です。言おうとしたけどやめました。はい。なんで、まあ、ディガーウッドってことは、そうですね。まあ、まあ、迫撃だろうなとは思ったけどね、正直。た！いたそれ、超いて。オッケー。ディガー、
ウッド、吐く息ファイボーってことは、ハシマイギャングかディガーが来るので、ここら辺トリトン出したけどですね。よいしょ。なんでーなんでーなんでーよいしょ。まあ、ディガー来てもいいようにセパします。なるほど。じゃあ、賢い。よーらいいよ。こっちどうせね。どうせみたいなとこあるんで。ここは、序盤はね、二重心もね、捨てちゃっていいっすね。正直。よいしょ。つけてもね、どうせいいように守られてカウンターされるだけなんだよ。で、これ1体殴ってから隙当てる。これ大事っす。あは、2体殴っちゃった。隙2体も余っちゃったわ。で、ここで、ロイフグ投げると、結構な確率で5を打ってくれます。なぜなら迫撃がないから。はい。で、そうすると、次の30子が展開できる&、まあ、ケツハンターとかもできるし、いや、ケツハンターは5アートもできるわ。なので、ケツアゴもできますね。で、ハンターでディガーは基本的に防衛できるので、そうですね。まあ、こういう感じで。よいしょ。で、まあ、これ、アゴにタゲ取ると思ったけど、やばいだー、おい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 。消えちまったよ。マジ？それ削りすぎじゃね？ビビったわ。息拾え。よいしょ。よいしょ。まあさすがにキングにね、ファイバー打ってこないだろうっていう、俺の相手の良心にかける。さすがに人間なら打てないです、キングにファイバーは。オッケーオッケー。まあ、人間の心を持ってたらね。とりあえず。なるほど。それやりすぎじゃねって思うんだけど、俺だけ？俺の方がやりすぎ？もしかして。やりすぎのカメラがそこまで来ちゃってるよねって話？ OK、いいよ。まあ、そっち側別に食らってもいいみたいなのがあるんで、正直。はい。で、これ多分ギャング流して、逆サイにディガーが来るんですよ。はいはいはい。知ってる知ってる。そっちじゃない。そっちじゃない。そっちです。正解です。よいしょ。はい。いいよ。よいしょ。はい。なんで？もらいすぎな。やばい。これ過ぎたあたりに来る。いやー終わるー、これなんで気分変えちゃった。1枚、2枚、3枚。はい、これでディガー回りました。あ、ウッドだ。いや、終わったー。あー、バレたー。なんで負けたのー。ちょっと二重死に迫撃を向かせすぎましたね。正直あそこはね、ロイフグを早めに出して、ロイフグでね、タゲを取らなきゃいけなかったですね。やばい。基本3戦っていう俺のマルチ、だいたい5戦ぐらいやってる。そうやってまた嘘ついてんすか。なんですか。なるほどね。全然マッチングしないな。本当にマッチングしない。あと400、俺はトロ上げなきゃいけないのに。わかりますか、この気持ちが。わかりますね、きっと。そう、400上げなきゃいけないんですよ。まあ、試合終日はみんなそんなもんか。言ってね、みんな多分ね、1日前にちょっと沼って、200、300沼って、最終日上げなきゃなーってなるパターンだと思うんですよ。もう今俺ね、マジで。昨日もね、7800リーチまで行ってて、で、今ね、ポンスの最多が7803なんですよ。で、のコタで、で、俺今、ポンス暫定2位なんですけどね。まぁ、ちょっと8000ぶち抜いて、全員敬語でっつって言わせたいですね。言わせたい。全員敬語でって言わせたいっていう謎のね。とりあえず、まあこれは、OKOK。これロイフグでいい。
ワンチャンこれトリトン来たら終わるんだ。かぶしたー。センキュー。これはトリトンも持っているので、セパレちゃいます。んーチュチュチュって感じでメガちゃんが来る。もしねこれでロイジーが来ても、端前にトリトン出し来ないね。まあこれ一体だけトリトンに誘拐されるんですけど、まあお構いなしですね。そんなものいいよ、いい。ウッドも切ったからこれ結構受けがめんどいはず。うん、あ、聞いてください。そう、今日ね聞いてください。マジで嘘じゃないから、今から言う話嘘じゃないからね。今日今日の試合、日本の日本から応援してしに来てくれたねファンの人がいたんですよ。で日本からわざわざ韓国来てくれたんですよ。って言って、でそれでその人たちがね、どこのファンですかと、言ったら、ポンスですつって、マジっすかつって、ありがとうございますって言って、誰ですかつって、ライキさんのですつって、ありがとうなったっていう話をね聞いてほしかった。俺は以上です。やばくないですか、韓国からっすよ。韓国からですよ。やばくないですか、ちょっといいんすかって。そんなにやばい。右玉間に合え、一発入れる。OK、センキュー。マジで嬉しいですね、本当に。てか、マジで、嬉しいな。耐えろ。やばい、ちょっと劣勢、劣気味。よいしょ。誘拐された。よいしょ。こっちだな。で、もしロイが来たら、やば。ヤンチーやん。マジっすか。まあそうするか、そりゃそうですよねって感じだけど。まあ、こっちは正直捨てっすね。やばい。エリア触れてる。てか、ファイボかー、マジで。これ三十子対策バッチリじゃん、もう。三十子。なんでファイボなのってさ、言いたいんだよな、俺。正直。なんでファイボなのあるある言いたいんですけど、今。全然誘拐してくんないし。誘拐。あー、やばい。ちょ、待って、これさ、やばいんだけど、普通に。あー、終わる。これさ、三重子が一生封じられてるっていうのがマジで辛いっすね。あー、終わる、本当に。やばい。なー、辛ーい。辛すぎるー。辛いー。オーブンはちげえ。うれ、あー、一発入った。終わった。マジでなんだ、本当にもう。あー、終わった。ファイボロイジャー。オーブンありのファイボロイジャーきついですね。ファイボあったらね、オーブンは抜いてほしいところではあるんですけど、今日はこんな感じでちょっと長くなってしまった。1勝4敗じゃね、今日。マジかよ、もう。マイネットだけか。エロスに勝ったんですけどね。ゼロニキが弟子ってツイートしててクソじわった。エロスには勝ったんですけど、マイネコ、あー、クソ。はい、って感じでね、今日1勝4敗なんですけど、弱くねってコメントお願いします。はい、ってことで、今日はねこの辺で終わりたいと思います。また明日、動画は上がると思うんですけど、8000動画、アブデゴの動画かは分かりません。ってことで今日は終わります。バイバイ。